おいっす、今日はネタパーティーやっていこうかなと思います。前回の動画で大名ザザミを討伐するときに攻撃は最大の防御だって言って、もう攻撃に全振りしたようなパーティーをね、紹介させていただいたんですけども、今回は逆にね、まあ、攻撃はしつつも防御に振ったりとか、ちょっとタクティクスなね動きをするパーティーもあっていいんじゃないのかなと思って、まあ試しにね、まあ、このパーティー使ってみたんですけど、まあ、結論から言うとね、おそらく攻撃に全振りして戦った方が勝てると思うっていうのを分かった上でちょっと今回はね紹介していこうかなと思います。でもって前回紹介したんですけども、ダミューザザミは爆破やられも食らうんですけど、毒もね実は食らうんですよ。 0% 耐久なんですよね。なので今回龍河の相棒ネルスキラに、これですね、これは強襲の毒針っていうのかな、この、まあ、70% っていう結構シビアなところなんだけど、これで毒を付与させることができるんですよ。これで毒にさせつつ、で、あと、やっぱ異様に早いんですよね、大名ザザミ。だから、初手、まずは素早さを下げて、先手を取りたいなと思います。で、まあ、この技を使いつつ、まあ、あとはまあ、火属性の技で戦っていくって感じですね。はい。で、あと、まあ、ヴィーランとはそのまま、まあ、火力とかね、まあ、その辺にするんですけど、今回ね、マリーちゃんではなくて、ランサムを入れてます。まあ、たまたまね、ガチャでゲットできたんで使ってるだけなんですけども、ランサム自体は攻撃タイプなので、まあ、それに対するお供もできるだけ攻撃技が強いのをね、選べばいいかなと思うんですけど、この、ソーライ感のディアブロスは回復技を持ってるんですよね。しかも単体の回復、しかも回避状態 20% というね、まあ、ギャンブル技もね、持っているので、回復もさせつつ、まあ、そもそもね、ランサムの技、これとか、20% ダメージカット付与させることもできるという強い技でもあるんですよね。で、アンド全体の異常回復もしてくれると。今回の大名ザザミね、全体攻撃ねずぶ濡れにさせてくることが結構多いんですよね。だからそういったところの対策でもあります。一応龍河もその技を持ってるので、この2人おればずぶ濡れを常に回避することができるのかなと思います。で、パーティー特性は前回はノーガード戦法って言ったんですけども、逆にね、今回は受けるダメージを 5% 増加、受けるダメージ 5% 減少&与える HP 回復量 20%、 このノブレスオリビュロジョを、使っていきます。で、敵はね、めちゃくちゃ強い相手は勝てないので、まあ、この辺のレベルが第3戦かな。この辺のレベルがちょうどいいのかなと思います。それではやっていきましょう。前回の大名ザザミ戦でも龍河とネルスキラを普通に使っていたんですけど、龍河の技しかね出していなかったので、今回はネルスキラさんにも出番をね与えてあげようということで、まあ、初手はバチコリと SP 回復させていきます。 OK、 もう今回はねもう技を見せていくっていうのがやっぱ全体攻撃ねしてくるんですよ。ずぶ濡れ回復持ちは必ずいるっていうのは大前提。ずぶ濡れ回復というか、まあ状態異常の回復か、思っている人を持っているのは、まあ絶対条件だと思うんですけども、こんな感じでまあめちゃくちゃ攻撃がしてくるっていう感じなんで、そこまでね、耐久面はそこまででもないのかなと思う。だから早めに攻撃をして、火力に振って決着をつけるっていうのが一番成功法だとは思うんですけども、今回はまず素早さを下げていきます。まあ素早さを下げるのは成功法とも言えるけどね。まずここでやっていきます。頼むぞ相棒。どんどんどん、いいね。オッケー、素早さダウン2回と。これで次は先手取れますね。で、ずぶ濡れになってる人がおるんで回復させたいですね。やっぱこれがね、素早さも下がるしクリティカルを受けやすくなるっていうのもあるんで、まあ、相手がね全体攻撃をしてきてクリティカルを受けようもんならもうかなりのダメージを食らってしまうので、ここは回復させましょう。うわ、ディアブロスやっぱかっこいいっすね。よーしよしよしよし、いい感じよ。で、次ね、ネルスキラで毒状態にさせていきます。ここを当てれるかどうかが腕の見せ所ですね。 70% ってね、まあほぼほぼ当たるとは思うんだけど、どれだっけ、これか、ほぼほぼ当たるんだけど、いやちょっと残り 30% 外れると考えるとちょっと微妙だなと思うんですけど、やっぱやっていきましょう。毒針、いやー、はい、そういうことですねやっぱ引けないんすよ 70% は。さっきもね1回目やった時当てれんかったんすよ。でもって、まあここは無難に、ガイストバルガンやっていきましょう。
これでね 20% のダメージカットを付与させることもできるし、そもそもパーティー特性で受けるダメージを減らしてるっていうのもあるから、まあ防御よりっていう感じがちょっとしますよね。よーし、よし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 。まあ記憶石を使うタイミングが、まあ、正直よくわかんないので、まあ、早い段階で使っちゃいましょう。ボルカニックソードね。まあこれ一応威力一番高いんで、これでまあかましておきましょう。攻撃力一番高いのはね、なんだっけ、ヴィーランとなんだけども、まああんまり気にしないです。で、次だね。回復量が上がってるので、パーティー特性で。まあなるべく、回復させましょう。ヴィーランと回復させます。いいね、回復の方向。思わず耳を塞いじゃうわ。ビューン。いやー、やっぱ全体攻撃するねー。まあここもね、早く回復させましょう。ここは、バフだね、かけていこう。まあ普通に強いよね。SP85 とはいえ、威力1000あるからね。いやー、なるほどな。ただ次、龍河は SP75 の、状態異常回復技を出せないので、ここは、ランサムの攻撃でいきます。ランサムというかもうこれはディアブロスの攻撃か。よいしょー、ね、全体回復。よし、ここは普通に攻撃だね。あ、待って、毒状態にしてなかったな。ちょっと毒状態にはこだわりたい。引いてくれ、頼む。よし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 。ギューン。いやー、ずぶ濡れさすねー。いや、濡らすの大好きね、大名畳、本当に。さあ、どう攻め足りましょうかね。理想はね、ソウルブレイバー。これでね、状態回復させるのが一番なんですけど、出せない。まあ出せないし、ランサムはもうあの回数制限で使っちゃったから、状態回復を。ここはね、ちょっと待って、ズブ濡れってそうよね、3ターンもあるから、ここは1回普通に攻撃して、次のブレイブブレイバーに、で回復させようかなと思います。これで芝居だ。で、回復だね。ここはバチコリ回復。ヴィーランと回復させます。いや、ヴィーランとかね、やっぱ、命綱なので、ここはしっかり回復させていきます。さあさあさあ、いい感じだね。相手も 50% 切って、我々もだいたい 50% ぐらい体力が削られているというところで、どうしようかな。普通に攻撃するか。SP 回復。SP 回復はまあまあいいか。このターンも、ディアブロスで回復とかさせていこうかなと思うんで、ここは普通に攻撃します。よし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 。いやー、またかよ。いやもうズブ、いやーこれどうし、いやーでもそうだよね、クリティカルに当たりやすくなっている以上、やはりここを回復させないと戦況がどんどん悪くなる一方だと思うんで、ここは回復させます。いけ、いいよ、よーし、早く、早く焼きガニにするんだ。よし、回復させます。ヴィーラントだね。ヴィーラント、ちょっとね、体力ないんかな、あんまり。割と食らってますね、ダメージを。どうしようかな。ここはね、SP 回復でいきましょう。味方の SP10 回復と。しかも威力も820ある。素晴らしい。これで、なるべく回復技を、スッと出せるようにしたい。ディアブロスの回復技が SP が、45だったかな。だから必ずしも毎ターン出せるというわけではないんですよね。あ、毒状態治ったな。毒でも普通にできるね。いや、毒状態にちょっとさせたいけど、どうしようかな。でもね、やっぱずぶ濡れになってるっていうのもあるから、また次のターン、ソウルブレイバー、ちょっと使っていきましょう。やっぱ濡れてちゃダメよ、やっぱり。で、ここは回復だね。一番食らってるのはヴィーラントだね。ヴィーラント、いやー、これね、回避状態があるからさ、ワンチャン回復じゃないよ。回避してくれる時があるのよね。その辺もちょっと踏まえて、ここは龍河でいこうか。まだ多分、ヴィーラントはすぐには倒れんと思う。もうね、回避してくれたらもうそれで戦況は大きく変わるから。おい、なんだそれ。おお、そう、これ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 を狙ってたのよ。回避が一番最強だから。
そしたらここは普通に攻撃しようか。でバフをかけていきます。よーし、いいよいいよいいよ。でここで、しっかりと回復させていきます。いや、この技何気に一番最強よね。こういう状態異常させてくる相手にとって。それで SP75 で930もあるからね、マジでぶっ壊れだわ。よし、回復させます。ここはもうヴィーラントでいこう。いいよ。まあ、こうやってね、回復させながら戦うっていう戦い方もね、結構面白いですからね。あのノーガード戦法ってね、ほんとすぐにターンが終わるから、あのさっと終わってすぐ終わるから、そういう面ではね、非常に戦いやすい。なんか深く考える必要がないから、それはそれで面白いんですよね。まあ、ただこういう感じでしっかりとこうなんて状況を把握した上で、今はこういう技を出した方がいいかなっていうのを考えたりするのが好きな人は、こういう戦い方がね、一番合ってるのかなって思うんですよ。残り 24% か。そしたら毒状態にさせたいんだけど、やっぱ70だから、ここはいやー、そうだね、ズブ濡れランサムだけだから、ドラゴンブレイバー行きましょう。いっけ、よいしょ、いいよ。指示を頼むぜ。でここは普通に攻撃すると、やばいな、次の攻撃次第ではランサムやられてまうぞ。いや、まださすがにやられんか。そしたらですね、どうしよっかな。まあここは普通に攻撃しようか。これ安定してね、バフを全体にかけれるってね、強いよね、めちゃくちゃ。いやん、やーばい。みんなじゃないね。ああ、ランサムだけだ、まだ。オッケー、そしたら、まあ、まだ龍河をやられると思うから、ここは普通に攻撃するわ。ただ次だね、ここなんだよな。いやー、これ、どうしよっかな。残り 12% ってところがね、結構、微妙なところで、ここでね、ワンチャンクリティカルを出したりして、残り、まあ、6% とかになって、次のターン、龍河の技があるから、そこで全てをかけるっていうのもいいのかなと思う。あ、しかも、ヴィーラントは生き返るんですよ。ドラゴンボール7つ集めちゃってるから、1回生き返るのよね。だから、ここはちょっとかけ、これで、そうだね。守るばっかではダメ。時には攻めなければいけない。ここで、ガイスト・バルカンでクリティカルを出せば、勝てる。いけ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 、ランボランボー。おー、まあ、どうなんだろう。今のクリティカルだったかな、全然見てなかったわ。まあ、ここでね、ダメージカットが入ったから、まあ、ちょっとは生き残ってくれるんじゃないかな。いけ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 。いやー、あー、そう来るか。あ、そっち来る。え、ちょっと待って。判断は任せる。あ、もう。え、ヴィーラントもうこれで終わりか、もしかして。そうか。なるほどね。そしたらね、どうしようか。威力が高い技で、なるべく攻撃して、いや、でも次、そうだよね。いけると信じよう。ここでボルカニックソード、かましていく。いけ。おーしゃい。何気にやっぱ強いね、この技。いや、最後ね、最後というか次のターン、大名ザザミの攻撃次第では、戦況が悪くなるかもしれなかったから、いや、あそこで仕留められたのはかなり良かったと思う。いや、これだけギリギリの戦いができて、非常に面白かったですね。今回は、毒状態にさせる技は一応あったんですけど、命中が70だったので、ちょっとね、使いどころがあんまりなかったっていうのはあるんですけど、ただ、まあ、ライダーだったり、お供に 100% で毒にする人も多分おるとは思うんで、そういった人を駆使しながら、毎ターンね、毒にして戦うっていう戦い方も面白いかなと思うんで、もし、またそういうね、ライダー、お供が手に入れば、使っていこうかなと思います。というわけで、今日の動画でした。バイバイ。